こんにちは、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら、10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、A か C かで悩んだ方もいらっしゃるかと思います。で、皆さん、空中の左側をご覧くださいね。皆さん、There was nothing ということで、まあ、There is 構文ですね。皆さん、There is 構文の There は主語じゃないですからね。で、主語というのは皆さん、B 動詞の右側。ですから、Was が V で、Nothing が主語。で、あと皆さん、空中の右側。皆さん、パッと見こんな感じですよね。In the boy、前置詞プラス名詞でございますので、全体で M。で、皆さん、Sprung、動詞ですね。皆さん、これは後で、あちらで、説明しますので、少々お待ちください。動詞。ちなみにさ、この there is 構文。まあ、それがちょっと変形しただけなんですが、there sprung up。まあ、ここに動詞があるのは問題ないんですが、皆さん、じゃあ主語はどれですかということですが、先ほどもお伝えした通り、皆さん、there は主語にはならないですからね。ですから皆さん、sprung up が動詞であれば、主語はもうあの辺しかないですね。そうです。こんな感じでよろしいかと思います。さあ、皆さん、これ、空詞の前後をご覧いただけますと、皆さん、sv、sv。まあ、少なくとも動詞が2つありますよね。じゃあ皆さん思い出してくださいね。動詞が2つあれば、接続詞、ないしは関係詞が1つ必要ですね。じゃあ皆さんこれ空詞の前後、接続詞、関係詞らしきものがあるかと言われたら、まあ、ちょっとパッと見ないので、じゃあ皆さんこの空詞のところには接続詞、もしくは関係詞を入れなければいけないですね。じゃあ皆さん選択肢の A からご覧ください。皆さん、however、何詞ですか？副詞。じゃあ instead は？副詞。じゃあ but は？接続詞。じゃあ nonetheless は？副詞ですね。ですから正解は C。こんな感じでよろしいかと思います。で、皆さん意味でございますが、まず先頭をご覧くださいね。There are nothing to please、まあ。喜ばしいことは何もございませんでした。で、but ですから、ですが、まあ、その少年の中には sprung up。現れました。何がということですが、皆さん、delight。喜びという感覚ですね。その喜びの感覚というものが現れました。まあ、意味はそんな感じでいいかと思いますが、皆さん問題はこの sprung。皆さん今回は spring up という、まあ、と併用されておりますが、試験中ですね、もうちょっと出くわす可能性が高いものは、皆さんこのカッコ1番でございます。皆さん、うにゃうにゃから、スプリング。皆さん、スプリング、後ろ前置詞何を置きますか？そうです。from ですよね。spring from。うにゃうにゃから生じる。まあ、何かが生まれるんですね。で、そのイメージを持っていただきますと、spring up。現れるということでよろしいかと思います。で、どっちにしろですね、スプリングの右側、前置詞を置いたり、up。副詞を置いたりしておりますので、スプリングは自動詞であるという点も押さえておきましょうね。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。ただ、画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸4番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう参考なさっていただきますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。